Ladies, gentlemen, and duelists of all ages, it's that time again. Time for the Yu Show Tournament of Power. Now before we start, let's go over some of the guidelines. 300 duelists from the first 6 Yu-Gi-Oh! Shows will participate, and any duelist who loses a duel is eliminated immediately. Also, in the case of a draw, both duelists are eliminated. If a duelist wins a duel, his or her life points will carry over into the next duel, and duelists are also allowed to intrude on duels for the price of 2,000 life points. Duels will be conducted using a variation of Master Rule 2020 rules. The last duelist standing at the end of the tournament will be the victor and be granted one wish by me, because I can do that kind of thing. Additional rules as well as a link to the list of participants can be found in the video description. With that out of the way, we're just about ready to get this thing started. To all the participants, I wish you the best of luck. To all the viewers, I hope you enjoy. Some of you may die, but that is a sacrifice I am willing to make. Now without further ado, let's do it.顔を見に来ただけです。ハル、もう行きます。カイト、一体どこにいるの？事態は逼迫している。よって予定を早め、これより君たちを統合し一つにするための作業に入る。その中で彼女ら4人も一つとなり、レイとして蘇るというわけだ。さあ、デュエルだ。邪魔をさせるぞ、レイ。この私がカードにしてあげる。
生まれた国に似てとても心地がいい。ここなら誰にも負ける気がしない。私は LDS ノルディック校のオルガ、シンクロコースの留学生よ。よし、いいとこ見せてやるぜ。俺のターン。デュエルでぶつかり合えばどんな誤解も吹っ飛んじまうって。それじゃデュエル始めましょう。おお、望むところだ。デュエルセットリレーザーセット。カットビングよ小鳥。へへ、頑張れユーマン。さあ行くぜ。俺にはナンバーズカードがあるんだ。あれ、私のターン。ちょっと待って。私はリトルフェアリーを召喚。いざデュエル。あなたなんかに絶対に負けないんだから。それらはとっととがこうやめて国に帰るぞ。おいのターン。よいどれタイヤー召喚。じいちゃん、よくぞ間に合った。それでこそわしの弟子じゃ。じいちゃん。君を倒す。一体誰なんだ。俺たちでもアカデミアの生徒でもない第三者とは。クローや沢谷が心配だ。急いで見つけ出さないと。だがこんな鬱蒼としたジャングルでは右も左もわからんぞ。生徒たちも。面白いな。この引きの強さ、デュエルで試してみたかった。どうなっても知らんぞ俺は。こうなったらデュエルで勝負ぜよ。なんですって。あ、アスカタンが襲われてる。やめろ。アスカタンから手を離せ。ちょっと待って。どうしてもやめないっていうのなら、この神田次男がデュエルで相手になる。その言葉そっくり返すぜよ。アスカタンが初めて僕に注目してくれている。でも僕自信ありません。デュエルディスクセット。ドクロの右手が勝利を渇望するぜ。お前の旦那妻を聞きたいとうずいて熱いぜ。わかった。いいだろう。相手になる。かわいい。ソウルバーナか。デュエル。あたしを探してる。あたしはここよ。デュエルにお誘いしただけよ。絶望のデュエルに。あたしとのデュエルを破れた。永遠に絶望の淵をさまよってもらう。そう。あなたの強さを求めるデュエリストに。いいわ、あなたとデュエルしましょう。絶望の闇に突き落としてあげる。望むところね。私は融合を発動。手札の2枚のサイバーオーガを素材にサイバーオーガ2を融合召喚。俺は勇気10代。さてやろうぜ。
入学以来2年3ヶ月と11日にわたって生徒会長を務め、キングオブ生徒会長と呼ばれてきたこの神宮寺守る。あ、楽しもうぜ。言ったはずだよ、デュエルも法則に従ってもらうと。俺の先行ドロー、クレイマンとスパークマンを融合、サンダージャイアント召喚。そして手札からフィールド魔法スカイスクレイパーを発動。俺とデュエルしな。お前どうした、逃げるのかい。言っとくけど俺はもう昔の俺じゃないよ。そのデュエル受けて立つザウリス。お前の魂もらいに来たで。俺の名前はティラノ剣山だど、覚えておけザウリス。じゃかましいわい、そんなんワイに関係あらへん。ワイはただお前を倒せればいいんや。さあスタンバイせ。聞いたよ、お前には2つの人格があるんだけどね。瑠璃を助けたければ融合を滅ぼせと言ったの。始まったな。いでよフェロモンワスプ。フェロモンワスプはオレイカルコスの結界の効果による攻撃力500アップ。いくで純粋のギラタウルスの特殊召喚。俺もう一枚純粋のギラタウルス特殊召喚や。ほんでもう一体エグカイトステラ召喚や。さらにオレイカルコスの効果で攻撃力500アップや。次は僕が相手だ。さあ来い、力を見せてみろ。僕が先行だ。僕のターン。モンスターがいないときハイドライブブースターを特殊召喚。現れろ僕のサーキット。ウンク召喚、ウンク1クーラントハイドライブ。僕は手札よりハイドライブブースターを通常召喚。現れろ僕のサーキット。ウンク召喚、ウンク1クロールハイドライブ。世界を裁く3本の矢、ウンクマジックジャッジメントアローズ。三
召喚条件はハイドライブリンクモンスター2体リンク召喚リンク2クリーンハイドライブナイト。その程度でひるむと思っているのか。僕はこれでターンエンド。ヘリをつけてやる。私のターン。私はテフだからマジックカード融合を発動。私が融合するのはムーンライトブルーキャットとムーンライトパープルバタフライ融合召喚。現れいでよ日当たりに舞い踊る美しき野獣ムーンライトキャットダンサー。私はテフだからムーンライトホワイトラビットを召喚。このカードは1ターンに1度フィールドのマジックトラップカードを軍隊に戻す。私はマジックカード月光河を発動。墓地のムーンライトモンスター1体を特殊召喚する。私はブルーキャットを特殊召喚。ブルーキャットは特殊召喚に成功した時自分フィールドのムーンライトモンスター1体の攻撃力をターンエンドまで2倍にする。私はキャットダンサーを選択。なんだと？ムーンライトキャットダンサーでダイレクトアタック。お前のことは決して忘れない。私たちは確かに兄弟だった。私たちはずっと一緒だ。Oh, I knew I forgot to mention something. So you, if you lose a duel, you kind of, you know, die. Yeah, sorry about that. I should have mentioned it. But good luck. くだらん相手だ。お前、ユズを探しに行くって言ってる割に、デュエルしてばっかじゃん。ユズはいいのかよ。もちろんユズを探し出すことは大事だ。だが、強いデュエリストを探すことも大事。融合召喚！集結せよ、レベル12、マスタースピリットテックホース、エンドラムルーラー。私はこれでターンエンド。私のターン。私はテフだからヒリカル・ルスキニア・ターコイズ・ワーブラーを召喚。無駄だ。私のペンデラム・ルーラー、お前はなすすべがない。テフだからマジックカードヒリカル・ルスキニア・バードストライク発動。ドモンスター効果を無効にする。何？そして自分フィールドにサファイアスワロー以外のリリカルルスキニアが存在するとき、手札のレベル1のリリカルルスキニアと共にサファイアスワローは特殊召喚できる。わーコバルトスパローの特殊召喚成功によりデッキから手札に加え手札にある2枚目のサファイアスワローと共に特殊召喚。エクシーズ召喚マイオリオランク1ヒリカルルスキニアアセンブリーナイチンゲール。アセンブリーナイチンゲールはオーバーレイユニット1つにつき100ポイント攻撃力をアップする。そしてさらにオーバーレイユニットの数だけ相手プレイヤーにダイレクトアタックできる。ダイレクトアタック1回目、2回目、3回目、4回目、5回目。私は誰のものでもないわ。ましてやあなたの所有物なんかじゃない。お前のターンは終わりだ。ターンエンドしろ。私のリリカルルスキニアデッキを知り尽くしているということに。でもこのカードは知らないはず。何？
マジックカード融合発動。リリカル・ルスキニア、アセンブリー・ナイチンゲールとコバルト・スパローを融合。融合召喚マイオリオ寺崎孤高の夜鳴き鳥。リリカル・ルスキニア、インディペンデント・ナイチンゲール。オン。そしてインディペンデント・ナイチンゲールの融合召喚に成功したとき、融合素材となったアセンブリー・ナイチンゲールのオーバーレイユニットの数だけレベルがアップする。そしてモンスター効果により攻撃力がレベル ×500 ポイントアップ。さらにスターンに一度レベル ×500 ポイントのダメージを相手プレイヤーに与える。榊優也はザークの分身。ユウトもまだ彼の心の中にいるわ。私は彼を信じる。インディペンデントナイチンゲールの効果発動。この俺のドローパワーを見よ。そして覚悟しろ、ワンタンキルが敗北するこの瞬間を。さあ望む、勝利か魂か。もちろん勝利だ。ドロー。なんだと。終わりだな。ライフが残る。残念だったな。墓地のベールリンクスの効果、ミッドのサラマングレートが破壊されるとき代わりにこのカードを除外できる。これで破壊からは守られ。引き消せなかったな、俺たちの炎。面白い。今度はお前がデッキとの絆の強さを証明しようというのか。行くぞ、俺のターン。ドロー。俺はヒートライオでダイレクトアタック。俺はジャンクザリオでダイレクトアタック。勝ち負けじゃないんだな、デュエルの楽しさも、デッキへの愛も。愛してるぜ俺のデッキ。これからもよろしくな。ソウルバーナー、行くよじいちゃん。わしのターン。わしはカードを2枚バイセット。そしてさまようミイラをトムゾンで召喚。わしは手札よりフィールド魔法イニシエの都エンシェントシティを発動。僕のターン。ドロー。マジシャンソウル発動。現れろブラックマジシャン。行
ブラックマジック。そんなことはお見通しじゃ。リバースカードオープン。継続トラップ神人の試練、相手モンスターの攻撃時に発動。自分の手札から相手に1枚のカードを選択させ、そのカードの種類を当てさせる。外れた場合、その攻撃モンスターは持ち主の手札に戻る。わしの手札はこの1枚。当ててみるがいい。早く進化。それがマジックカードだったら。正解はこれじゃ。すでに手札に1枚ブルーアイズを。お前のやることなど全てお見通しじゃ。ブラックマジシャン、さらに裏手に領事でモンスターをセットしてターンエンド。私はジェルエンリオで攻撃、エンジェルレイズ。今のは本当の衝撃。私はこれでターンエンド。残留ペナルティ2000ポイント。貴様、いい加減にしろ。貴様の相手などこの俺一人で十分だ。ルアを解放しろ。俺のターン。俺はこのカード、チューナーモンスタージャックシンクロを召喚。シンクロ召喚、いでよジャンクウォーリアー。やろう、ジャンクウォーリアー攻撃。ブラックフィスト。スマーギドヘッブラックカウンティアイスタンプウォッキー。ごめんな、しずかちゃん。アリュールパレスの効果。このカードが表側表示で存在する限り、アリュールクイーンの攻撃力、守備力は500アップする。そしてゴールデンアリュールクイーンの効果、攻撃力はこのカードのリンク先のアリュールクイーンの攻撃力分アップする。さらにアリュールパレスが存在し、アリュールクイーンが攻撃効果の対象となった時、このターン破壊されなくなり、相手フィールドに存在するモンスターを破壊するわ。ふん、私はこれでターンエンド。何見てもらっては困るわね。お前になどミスミスやられる私ではないわ。俺のターン、ドロー。このターン手札よりマジックカード発動。クロスサクリファイス。クロスサクリファイスによって貴様のフィールドの2体のモンスターは俺のしもべとなり、生贄にすることができる。見てろ、ブルーアイズホワイトドラゴン。滅びのバーストストレイ。ここで負けるわけにはいかない。カモの目、トラップ発動。カモンナバリア、ウェブボース。相手モンスターが直接攻撃するとき、相手フィールドの攻撃表示モンスターをすべてデッキに戻る。この時を待っていたぞ。速攻魔法、青き目の激鱗。手札、フィールド、墓地のカードをすべて除外。デッキからブルーアイズを特殊召喚。そんなあっさりと私のフィールドが。チックモンド、最後のブルーアイズ。哀れな没落貴族レクイエムを聞かせてやれ。プレイヤーへダイレクトアタック、滅びのバーストストリーム。どうだ、運命のささやきはもう聞こえない。
僕のターン、ドロー。レベル3のデバッカー X、Y、Z の3体でオーバーレイ。3体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れろワクチンゲール。レベル8のギルフォード・ザ・レジェンドを召喚。シンクロ召喚、イデオレベル7、即興術アイスバーグナーレ。マイさん、手札から速攻魔法融合解除、サイバーエンドドラゴンを元に戻す。サイバードラゴンでサイバー攻撃、エボリューションバースト。マジックカードサーチショップ発動。手札のモンスターカードを1枚墓地に送り、デッキからクイズアワーを手札に加える。そして永続魔法クイズアワー発動。クイズパネル、オベリスクの銃、ラーの銃、オシリスの銃をセット。ちなみにこのクイズパネルは全て攻守ともにゼロ、存分に攻撃してください。見事よ神田君。アスカタン、見ててください。これこそクイズオタクと言われた僕の自信のデッキ。ターンエンド、次のターンもお楽しみに。わしのターンじゃ、ドロー。わしはトリプルドッグを召喚。フィールドにトリプルドッグがおるとき、手札にある他のトリプルドッグを特殊召喚できる。エクシーズ召喚、現れなさい。フェアリーチアガール、攻撃よフェアリーチアガール。うそ、私のターン、ドロー。私はレベル6の模範巫女玉口と優等生神官サカキをオーバーレイ。エクシーズ召喚、祖父を守って降臨せよ浮宮寺ノリト。行け浮宮寺ノリト。トラップカード、ドレインシールドを発動。祖父を破るズルは許さん。浮宮寺ノリトの効果発動。オーバーレイユニットを一つ使い、あのマジックトラップを無効し破壊してる。さあ行け、ノリト。1枚捨てることによりトイロボットトークンを3体召喚。さらにそのトークンを生贄に。手札からマジックカード魔空合心を発動。場の3体のモンスターを生贄に捧げ、魔空要塞ジグラート召喚。魔空要塞ジグラートでプレイヤーへダイレクトアタック、消え去れ。俺のターン、ドロー。行くぞ、マジックカード、アーマードグラビテーション。試してみるか。これで終わりだ。笑えねえ。私のターン。墓地にある沈黙の痛みが発動。
墓地にこのカードしかないから相手のスタンバイフェイクごとに相手モンスターを全て破壊し1000ポイントダメージを与える。まだだ。リバースカード、レンクサクリファイス。私のガーディアングラールはまだ無傷。バカな。行けガーディアングラール、聖断の斬撃。言い忘れたけどね、
私のデッキが出したお前の運命は死よ。私のターン。ドロー。レベル4のランスロットとトリスタンをオーバーレイ。マルオ。ミッキーのキングアーサー。最強の敵の出現にピンチに立つ。真のヒーローキングアーサー。トラップ発動、放水スリム。このカードは相手モンスターが攻撃してきたとき、攻撃されたモンスターをゲームから除外して相手モンスターの攻撃を無効にする。これでいいのよ。もう運命は決定した。この瞬間、フォーチュンレディライティの効果発動。このカードはフィールドから離れたとき、敵から新たなフォーチュンレディを特殊召喚できる。攻撃表示で特殊召喚に成功したとき、相手フィールドのモンスター1体を破壊し、そのモンスターの攻撃力分のダメージを与える。バカな、なぜ？ライトオアレフトを発動。チャンス問題です。今からこのカードを後ろで右手か左手で持ちます。右手か左手どちらに持っているか当ててください。カードを1枚捨ててターンエンドです。わしのターンじゃ。ドロー。わしはトリプルドッグを召喚。わしはレベル4のトリプルトップ3体でオーバーレイ。エクシーズ召喚。見てよ、犬世界の共同横綱スモーキングドッグ。一気にスモーキングドッグ。トラップカードフレッチェンジを発動します。オシリス20の効果でオシリス30を特殊召喚。わしはスモーキングドッグの効果を発動。オーバーレイユニットを一つ使うことでトラップカードの効果を無効にして破壊する。なに？やはり所詮は愚かな猫じゃの。わしのターン。ドロー。貴様のウィンダーを生きる上に西への巨人を攻撃表示で召喚。
ただし表側表示のこのカードが相手モンスターに攻撃を仕掛けなかった時、そのカードのプレイヤーは300ポイントのダメージを受ける。イニシエの巨人で攻撃。マシュマロンのリバース効果発動。攻撃したプレイヤーに1000ポイントのダメージを与える。さらにマシュマロンは戦闘では破壊されない。さらに手札から永続魔法悪夢の新機能発動。このカードは相手のスタンバイフェーズ時、自分の手札が4枚になるようにドローし、自分のスタンバイフェーズ時に同じ枚数分ランダムに捨てる。でもじいちゃんの狙いはそれだけじゃないような。ターンエンドじゃ。僕のターン。ドロー。わしは悪夢の蜃気楼の効果により手札が4枚になるようカードを3枚ドローさせてもらうぞ。リバースカードオープン。非常速。このカードは自分のフィールド上のマジックまたはトランプカード1枚を墓地へ送ることで1000ポイントライフを回復する。そして墓地へ送るカードは悪夢の蜃気楼。これでわしのターンになっても手札を捨てる必要はなくなった。黒き森のビッチを守備表示で召喚。僕は場に2枚の捨てカードをセット。ターンエンドだ。融合召喚。これが私の真のエース。輝きの宿女ジェミナイトレディブリリアントダイヤ。ほう。これでとどめよ。私はブリリアントダイヤでダイレクトアタック。およくない。これだけの高速違反が重なると、そう、このカードが墓地にあるとき、一度だけエレメンタルヒーローを生贄なしで召喚できる。いでよ、エッジマン。エッジマンで攻撃パワーエッジアタック。
ワクワクするデュエルだったぜ。ダブルスナイパーでダイレクトアタック、トラップ発動、落書き超当選簿、落書きモンスターへの攻撃を無効にする。ならばダブルスナイパーの効果、攻撃が無効になるたびにドローンカウンターを一つ置く。そしてドローンカウンターが一つ以上置かれている場合、このモンスターは2回攻撃でき、さらにダイレクトアタックも可能となる。ダブルスナイパーでダイレクトアタック、ビシビシ感じるで。俺イカルコスのパワーが全身にみなぎるんだな。ワイのターン、ドローや。いくで。純速のギラザウルスとヘルカイドステラを融合し、ヘルホンドザウルス召喚や。いけヘルホンドザウルス、ダイレクトアタックや。このモンスターは召喚ターンに相手プレイヤーを直接攻撃できる特殊能力を持っとるんや。リバースカードオープン、琥珀の落とし穴、攻撃モンスター1体の攻撃を無効にし守備表示にする。対象となったモンスターは以降表示形式は変更できないぞ。なんやと、この瞬間ブレイクソードの効果発動。このモンスターがフィールドを離れたとき、その素材となったモンスターをレベル4として特殊召喚できる。ファントムナイツは倒れない。何度打ち倒されようと蘇る。これが俺たちレジスタンスの戦いだ。さあ僕のターン、イデオ究極完全体グレートマン、その美しき姿を見せろ。グレートモスの攻撃力を上回る能力を持つモンスターはゲートガーディアンとアルティメットドラゴンのたった2枚しかない。グレートモス攻撃、モスパーフェクトストーン、永続トラップ発動。
ファントムフォグブレード。このカードがある限り攻撃することができない。無理を助けるためにはまずはお前から。絶滅するわけにはいかないザウルス。10代の兄貴の弟分の名にかけて。勝ち負けはまだわからねえだろ。このドローで世界がガラリと変わるかもしれねえじゃねえか。そう思ったらワクワクしねえか。俺は今ワクワクしてるぞ。俺もこのドローにかけるぞ。あの時の兄貴のように。ドロー来た。太古の夜明けか。俺は手札からフィールド魔法ジュラシックワールド発動。行くぜウルス。俺は手札から首都長アーキオーリスを攻撃表示で召喚。そしてマジックカード超進化薬カイを発動。俺の場の超獣族モンスター1体を生贄に、手札から恐竜族モンスター1体を特殊召喚する。ダークティラノを攻撃表示で特殊召喚。ダークティラノは相手の場に守備モンスターしか存在しない場合、相手プレイヤーに直接攻撃することができるぞ。行くぞ。ダークティラノレックスボンバー。ジェローフィールドのマジック、トラップカードを墓地へ送る。1枚につき1000ポイントライフを回復する。俺はレベル4のファントムナイツダスティーローブとサイレントブーツで終わり。漆黒の闇より無言なる力に抗う反逆の牙、今降臨せよ。エクシーズ召喚。現れろランク4ダークリベリオンエクシーズドラゴン。何か企んでいるとは思ったが、そんなカードじゃグレートモスは倒せないぞ。ダークリベリオンエクシーズドラゴンのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを1つ使い、このターンの終わりまでフィールドにいるレベル5以上相手モンスター1体の攻撃力を半分にし、その数値分ダークリベリオンエクシーズドラゴンの攻撃力をアップする。プリズンディスチャージ。俺はダークリベリオンエクシーズドラゴンで攻撃。反逆のライトニングミストオブエイ。まあ良い。彼らの魂は伝説の竜に選ばれしデュエリストとの戦いでよりその力を高めた。我らの神復活の貴重な生贄となろう。アスタタに認めてもらうためならズルしても OK かも。僕のターン、ドロー。マジックカードクイズを発動。問題、僕の墓地の一番下にあるモンスターの名前は何？ん？残念。手札のモンスターカードを1枚墓地に送り、マジックカードクイズに外れの場合、その効果により正解のモンスターが特殊召喚されます。そしてオタクのライフは残り100。この攻撃が通った時勝者はどちらでしょう？なんじゃと。200万。よくも猫の分際でわしら犬たちに逆らったな。恩師絶対許さんぜよ。何？私は負け犬なんかじゃない。ドッキングよ私。いけナトラーパネルナリン。いけスモーキングバック。
けさせることができなかった。ダメな、ダメな男です。融合召喚現れる。レベル2。この世の全てを形なき混沌に帰す究極破壊神アンティクギア、コースジャイアント。僕のターンだからドローするよ。マジックカード融合発動。3体のモケモケを融合するよ。おじさんどうしたの？なんだあいつ。あの人もうプロとしてはやっていけないだろうね。そうかもな。行けプラティーズマジシャン。おさびさーい。では相手にこれ以上は無理ですわ。デュエルなら私が受けるわ。裏切り者は引っ込んでない。後でカードにしてあげるから。その前に僕は先生と決着をつける。みんなのハートを特殊召喚。返事をせんか。デュエルの腕は互角でもみんなの支えがあれば百人力。みんな今日は最後まで楽しんでいてくださいね。ここは速攻あるのみ。俺のターン。手札からレベル4以下のモンスターを墓地へ送り、パワージャイアントを特殊召喚。墓地へ送ったシンクロガンダーのレベルは1。よってパワージャイアントのレベルは6から5に変更。そしてダークリゾネーターを召喚。行くぞ王者の鼓動。今ここに列をなす天地冥道の力を見るがいい。真空召喚。我が魂レッドデーモンズドラゴン。レッドデーモンズドラゴンでダイレクトアタック。アブソリュートパワーフォー。やった、やっぱりジャックはすごいよ。ルカを守ってあげるには強くならなくちゃいけないんだ。でなんかこれで勝負はついたな。ユーマ、お前は俺のものだ。こいつの力を思い知らせてやるぜ。グスタフマックスのモンスターカード発動。このカードは1ターンに1度オーバーダイユニット1つ使うことで相手に2000ポイントのダメージを与える。涙は飲み込め。目の前の敵と戦うことに集中しろ。さて、わしのターン。ドロー。わしは手札から永続魔法イニシエの書物を発動。イニシエの書物
こいつの効果は手札のカード1枚とデッキの一番上のカードを交換することができるのじゃ。そう、イニシエの都エンシェントシティに眠りし伝説の竜、それこそが我が宝、バカラ永続魔法イニシエの扉発動、そしてフィールド魔法イニシエの都エンシェントシティの効果発動。じいちゃん、イニシエの扉、イニシエの巨人、イニシエの書物がフィールド上に揃ったとき、それら3枚のカードを生贄に、イニシエの眠りから黄金の竜、エンシェントドラゴンが蘇る。じゃったら、お宝の威力をたっぷり見せてやろう。エンシェントドラゴンで攻撃。やべえ、エンシェントドラゴン、ゴーデンボンバー、黒き森のウィッチの効果でデッキから守備力1500以下のモンスターサイレントマジシャン手札に加える。エンシェントドラゴンの特殊効果が発動したのじゃ。このカードが戦闘で相手モンスターを破壊したとき、相手の場にいる全ての守備モンスターを破壊する。マシュマロトラップカード、魂の綱発動。自分のフィールド上のモンスターが破壊され墓地に送られた時、1000ライフポイントを払うことでデッキからレベル4のモンスター1体を特殊召喚する。頼んだぞサイレントソードマン。よっしゃ、おっほい僕のターン、ドロー。このターン僕のサイレントソードマンもレベル5へ上昇。続いて手札からサイレントマジシャンレベル4を攻撃表示で召喚する。マジックカード発動、レベルアップ。な、何じゃ。サイレントマジシャンでサイレントバーニー。神人の試練は永続トラップじゃ。お前が攻撃するごとに三角当てクイズは続く。それはどうかな。永続トラップ、真実のマナコ、お前の手札は全て開かれる。速攻魔法サイレントソード、なんとサイレントソードマンの攻撃、沈黙の剣。どうしたな。師匠としてお前のデュエルにどうしても一度見ておかねばと思ってな。じいちゃん、そうじゃな、あそこまでデュエルを楽しんでできれば合格じゃ。じいちゃん、そんな、じい